マップがあるから助かった。LINE のグループに九州男児いてやばかったってさ。あ、マジか。うわぁ。そっか、実際その場にいる人。まあ、やばいだろ。震度7ってやばいもんな。よいしょ。熊本で地震とか台湾とかも影響出るな。そうだね。どちらといったらそっちの方が強いかもしれないね。ああ、もうまただ。する。もう今回構ってらんない。うーわ。震度6弱経験済み。震度6弱、ああ、6弱か。ビリ移動させといたらよかったのに。ああ、そのせいがあったか。あらかじめビリーを連れてくればよかったね。そうだよ。阪神淡路。俺どちらと言ったらあれですよ。一番は東日本大震災で、埼玉が震度5弱ぐらいだったかな。でもそれぐらいだわ。新潟中越地震も大体そんな感じだったし。あれは、あの時は震度4ぐらいか。でもほんとその程度で、すんのは、言い方あれよくねえな。まあ、まあ、幸か不幸かそんなに強い地震はないですね。震度3ぐらいだった。あ、そうなんだ。それで俺は許さんだね。どちらにせよ、やっぱなんかそういう、なんか地震とかない方がいいよ。5強が一番。なるほど。で、一番、だから、何にせよさ、建物とか崩れてなきゃいいけど。熊本とか九州ってさ、なんか建物とかしっかりしてんのかな？なんか、そういう、地震病言われた。なるほどね。やっぱあるだろう、なんかあるだろうね、そういうのは。必然的に。なんか地震、なんか、風とかに強い形になってるみたいなのは聞いたことがあるけど。どうなんだろう、これ。気をつけ、ちょっと、もうやだー。はい。余震、そうだね、余震も注意だね。ね、なんで俺が先に撃ってんのにさー。わかったっつうの、待って、まだっつうの、あらたすんの。どけどけ。今、構ってらんないの。ねえ、サルさん、お猿さん、悪いけど、構ってらんないの。今回マップ持ってるから俺少しは見やすいと思うんだよな。こっちかな、ちょっと待ってね。マップをゲットしておいたから、今はするとこだよね。構ってるじゃねえか。そうだね、オッケー、わかった。要は、ここの先か、よいしょ。行って、うるさい。マップ。違うな、違う。こっちだ。なんだよ、もう今構ってらんないぜ。これで、扉開けて、今それどころじゃないからね。そうだね、やんなきゃいけないのは確かですが。よいしょ。よいしょ。これか？これでマップ。今はそういうとこだよね。マップ。これで合ってるはず？おい、外れたんじゃねえか、これ。B3 なんてこれどこだ、これ。え？ミスったか、これ。そこじゃなくてその手前だよ。その手前だよね。なんか違うと思ったんだよ、俺。震度5弱以上と推定されるが、震度はまだ分かってない地点。あ、まだ分かってない地点があるんだね。この手前、こっちか。ここだ、これだ。ああ、嘘。いや、やだ。いやー、よかった。よかったー。飛行機揺れてる。飛行機揺れてる。マジか。うわ、ほんとは空港揺れてんな。映像。ダメだね。うん、いや。こちらレベッカ。レベッカ、こちら電力。うん。ビリー公園はまだ見つからないのか。ビリー公園。うん、あの隊長、まだ発見できません。捜索を続けます。以上。あら、なかなかいいことしてくれるじゃない。初めての任務なのにもう命
悪い子ね、悪い子ね、本当に。うん。そうだね、なんとか生き残らないと。これ、うかくんやろ、なぜ？今、それどころじゃない気が。あれは去年の今頃だった。うん？何が起きた？俺がいた部隊は内戦の引き締役としてアフリカの奥地に潜入していた。ほう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 。密林の中のゲリラのアジト、その位置を特定し殲滅することが任務だった。うん、お。だがアジトへの道のりはあまりにも遠かった。マジか。うわ、やだ。熱病にやられ。うん。ただの集落だった。どういうこと？デタラメな情報にまんまと踊らされてたってわけさ。うん。だからって手ぶらで帰還するわけにはいかなかった。隊長は俺たちに罪もない村人を襲わせた。え？マジか、これ残虐映像だこれ。うわぁ、撃ち殺せ、皆殺しにしろ。隊長、やめてください。黙れ。うお。やれ。みんな S3 注意。処刑されるか、逃げられるだけ逃げ続けるか、それだけだ。うわぁ、なんと嫌な運命なわけ。さてさて、じゃあちょっとセーブポイントあったらいいなぁなんて思うけど、インクリボンあるということはセーブポイントがあるってことだな。これは救われたか。火薬庫、バンって撃ったら死ぬだろうな。 あったあったあった、やったね。タイプライター、イエーイ、セーブします。ああ、なんとかクリアしたよ。いやー、まさかビリーにこんな嫌な過去があったとはね。裏書きします。いや、でも全然関東じゃ気がつかなかったね、揺れに。なんかだから、ちょっと恐ろしいな、もう、なんか、本当に、亡くならないから。そうね、恋してるね、これは。うん、亡くな、死人が出ないことを祈るしかないね。ビリーぜ、遠くもわからんぞ。わかんないよね。そりゃそうだ。関東もわかんねえんだから、遠くももっとわかんねえ。だから逆だったんだよね。多分東日本大震災の時も、やっぱりこう、余震来たか？震度4。マジか。やっぱ余震来る、そうだね。やっぱ来るんだよな、必ず。何事もなければいいけど。さて、この先何かあるか。ちょっと探すだけ探しておこう。この像、そうだよ。これを確かいじんだっけ？ちょっと。なんか書いてある？死の？死の連鎖に囚われし、6つの魂を弱き者から命を火を灯せ。弱き者から火を灯せって言ってた。実は熊本の30分前に東京で震度に来てた。そうなの？じゃあそれがもしかしたら、角ある者に標的を、角ある者を標的に狡猾な知恵でしょ。角ある者。ライターか。なるほど、なるほど。これは？これ角あれか、こいつ。角っぽいのあるな。
しなやかな体育から繰り、走りには狡猾さも及ばない。ということは、狼より、狼より、ユニコーン的なやつが強い。いかなるものも威圧し、逃さない。地上の王。あれは、角だからこいつか、おそらく。一番弱いやつ。ほい。これ角あるな。大しく角を、広げて大臣立つ。多分こいつが最初だと思うんだよな。蛇違うもんだって。足のない、地上の、あ、オッケー。なるほどね。なるほど。多分だからこれで全体見ていて、こいつは足のないもの。ああ、はい。なんとなく分かってきたよ。こいつはなんだ、じゃあ。これは。よし、分かった。やってみよう。まず最初はね、おそらくだけど、鹿なんですよ。きっと。鹿でした。ライター。使う。まず、こいつライター。で、これで角あるものを倒すのが、鹿だ。鹿じゃない。狼。だね。角あるものを標的に狡猾な知恵で仕留める。これだ。これ、お、よいしょ。うっそ!マジか。で、それで?で、これだ。はい。で、これで?はい。時間かかりすぎたら引ける。そんな無茶な。よいしょ。で、これ使って。で、これで、スピード終了まであと2分になで、地上の王っつってんだから、多分だけど、これで、ライオンなんだよ。あ、これ、なんだこれ、待って、こいつ何こいつライオンでいいよね。いかにも言うやつし、逃さないだから、そうだね。よし。ほい。これで、やって、で、それで、どいて、地上の王を倒す毒を持つのが蛇と。ほい。蛇持って、で、さらにその、手足ないものを食らうのが、このワシのような、鷹のような、コンドル。こいつだ!どうだ?当たったね。なるほどね。そういうことか。オーケー、いいとこ当たったじゃない。スイカ割れてる、すげえ。一発で、ありがとう。ちょっと一遍戻ってセーブしとこうか。うん。本当にこまめにセーブすることをね、これから、心がけていきたいと思いますので。終了まであと1分になりました。終了まであと1分、了解。よいしょ。一遍戻るよ。これで戻って、確かここにあったっけか?あ、違う、ここじゃねえや。よいしょ。ヤフオクドームで試合。ごめん、わかんねえ、見てない。よいしょ。そういえば最近はプロ野球見れてねえな。見たいのは山々なんだけどね。ここでタイプやつセーブと。うい。この一発で当てたこの俺を褒めてほしいなんてね。よいしょ。セーブ、上書きします。はい。大丈夫か?じゃあ次回行きます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。